マキシペレーラこと、ビクトリオ・マキシミリアーノ、ペレーラ・パイスは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。元ウルグアイ代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ウルグアイ代表史上最多出場記録の保持者である。ディフェンソール・スポルティング2002から03シーズン、序盤戦、18歳の時に、ディフェンソール・スポルティングからデビューした。チームに溶け込むのに時間はかからず、 アルバロ・ゴンサレスと共に重要な役割をこなし、2004から05シーズンには16得点を挙げた。2006から07シーズン終了後、アルバロ・ゴンサレスがボカ・ジュニアーズに移籍するのと時を同じくして、ペレーラは同じウルグアイ人のクリスティアン・ド・ドリゲスが在籍していた SL ・ベンフィカに移籍した。SL ・ベンフィカは移籍金300万ユーロで、 ペレーラの保有権の70%を買い取っている。SL ベンフィカ2007から08シーズンの初めは右、サイドハーフとしてプレーしていたが、そのポジションには適応できなかった。2007年11月には2試合連続得点を記録した。1戦目は6から1で対象したボアビスタ FC 戦であり、2戦目は1から1で、 引き分けた UEFA チャンピオンズリーグ AC ミラン戦であるが、いずれもペナルティエリア外から左足で決めたものである。2008年夏、右サイドバックのレギュラーだったネルソン・マルコスが、レアル・ベティスに移籍したため、ペレーラは右サイドバックにポジションを移し、2008から09シーズンは不動のレギュラーに君臨した。2009年8月、ポーツマス FC とのプレシーズンマッチで右膝を、 負傷して2ヶ月間戦列を離れた。2009から10シーズンは5シーズンぶりにリーグ優勝を果たし、タッサダリーガとの2冠を達成した。ペレーラは通算40試合に出場して5得点を挙げ、出場時間は2932分に達した。2005年10月26日、メキシコ代表との親善試合でウルグアイ代表デビューした。すぐにレギュラーとなり、 2007年にはコパアメリカ2007に出場した。2010FIFA フフワールドカップの出場メンバーにも選ばれ、右サイドバックとしてウルグアイ代表の全試合にフル出場した。準々決勝のガーナ戦では PK 戦で PK を失敗したが、最終的に準決勝に進出した。準決勝のオランダ戦では91分に、 代表初得点を決めたが、試合には2から3で敗れた。2014FIFA ワールドカップにも出場し、初戦のコスタリカ戦で退場となっている。2018年11月、代表引退を表明した。ありがとうございます。